僕は商工会青年部の YouTube 事業を託された男のマーチ。今日やってきたのは一橋学園徒歩10分開く支店中彫刻美術館期間限定の庭園カフェにお邪魔してきました。こちらは小平駅前ショッピングセンター2階コーヒーハウスポエムの三谷明子さん限定の開く支店中コーヒーをその場で入れていただきました。お茶受けは玉川屋さんのこげらまんじゅう。開く支店中が愛した庭園の景色とともにこげらまんじゅうと開く支店中コーヒー絶品です。ごちそうさまでした。ありがとうございました。イベント情報はコメント欄に。